ヘブライ人への手紙は、新約聖書中の一書で、新約聖書中最も文学的な書であると言われる。その理由はギリシア語の流霊さにあり、アレクサンドリアのクレメンスも絶賛していたと、エウセビオスが記している。オリゲネスは、ヘブライ人への手紙は、他のパウロ書館とはギリシア語の見事さにおいて際立った、違いがあると分析している。著者は不であるが、ローマのクレメンスが、 コリント教会にあてて書いたと言われる、クレメンスの手紙1に引用されているため、95年以前に成立したものと思われる。本書がヘブライ人への手紙と呼ばれるのは、テルトリアヌスがデプディチティアの中でそう呼んで、以来のことである。本書には2つの異なる要素を持つ部分が相互に組み合わされている。進学、教義に関する部分倫理、道徳に関する部分、 ヘブライ書は、旧約聖書からの引用が多く、パウロの2書簡からも引用している。おそらく、ローマの信徒への手紙と、ガラテヤの信徒への手紙の一部、レビキの解説書とエルサレム神殿での礼拝における、手引き書きが著者の手元にあったと考えられる。神殿での礼拝に研究していることから、エルサレム神殿の崩壊前に書かれたという説もあるが、広い指示は得られていない。 ヘブライ書の著者については、ヘブライ書の中には、明記されていない。はっきりしているのは、差し出し人不明の手紙であるということである。第十一章では、旧約聖書の登場人物多数に触れていることから、著者は、旧約聖書に精通している人物であることが、伺える。使徒パウロではないかという説をはじめとして、ヘブライ書の著者をめぐる議論は古代以来続いてきた。かつて、 ヘブライ書をパウロ書簡の一つとする分類法も行われていた。本文中には他のパウロ書簡のような著者に関する情報が何もない。ヘブライ書に見られる思想そのものはパウロに近いが、文体や用法などは明らかに違っている。序文もパウロ書簡のそれとは異なっている。特にポイントとなるのは著者が他者からキリストの教えを受け取ったと語っている部分である。パウロは ガラテヤの信徒への手紙の中で自分がイエス自身から福音を受けたことを強調する。パウロ以外で著者とされるのは、パウロの協力者知らス、クレメンスの第一の手紙の著者とされる教皇クレメンス一世、福音記者、ルカ、アレクサンドリアの無名のキリスト者などである。テルトリアヌスは、使徒原稿録に現れるバルナバが著者であると言っている。 マルティン・ルターは同じく首都書に現れるアポロが著者であるという説を示した。現代の聖書学者たちも著者については特定の結論に至っていない。にもかかわらず、ヘブライ書は一貫して聖典として受け入れられてきた。前述のように、ヘブライ書の筆者については論議があり、筆者がパウロであるとする説は多く、東方に行われてきた。村リ聖典目録などからは、 正法では、ヘブライ書がパウロ書館とみなされず、従って、聖典の一部とされていなかったことが伺える。ヘブライ書が聖典と全教会において、広く認められるのは397年のカルタ語教会会議以降であり、この時書館はパウロのものとされた。以後、この書の聖典性についての議論は行われていない。こうした経緯からヘブライ書は、 新約聖書の聖典確認後、今日に至るまでパウロを著者とする書簡群と行動書簡の間に置かれている。近代の批判的聖書学で本書がパウロとは無関係であることが確認されたため、時に行動書簡に含めたり、それと同等の扱いをすることがある。ヘブライ書は特定の状況下に置かれたキリスト者のグループに当てて書かれた。ヘブライ書を注意深く読むと、 本書の宛先となった人々が以下のような特徴を持っていたことを伺い知ることができる。ユダヤ人キリスト教徒に当てられたという説は有力ではあっても決してすべての人が認めているわけではない。本書は2世紀以来ユダヤ人キリスト教徒に当てられたと見られていた。アメリカのリベラル神学者エドガー・グッドスピードはユダヤ人キリスト教徒説を支持していない。彼は 著者のユダヤ教知識は、経験に裏打ちされたものというより、70人に約聖書などの書物などから得た関連的な知識のように思える。またそのギリシア語の流霊さを考えれば、これが荒米語を用いていたユダヤ人キリスト教徒に宛てた手紙であるとは考えにくい、と言っている。著者は、モーセの立法の 従来考えられていた意味を捉え直し、そこに新しい意味を与えようとしている。またレビ族の再祀職は、キリストの再祀職の夜ガであるとし、ユダヤ教の犠牲の式は、キリストの十字架の夜ガとなったという。さらに福音は、モーセの立法を更新するものでなく、廃止するものであるという。初代教会に存在したエビオン派という、ユダヤ教の習慣をすべて維持したままキリスト教徒に、 なった人々に対する批判として書かれたと見ることができる。本書館ではパウロのキリスト論を繰り返し引用しながら新しい契約が古い契約にとって変わったということを強調している。ありがとうございます。